アムロさん、動いてる方が楽ですから。泣いてたってフォーは戻らないことは分かっています。でも僕には戦う意味というのがまだ分からないんです。ベルトーチカさんが変わったのはそれを見つけたせいですか？ダカールに事前工作に行くなんて前には考えられませんでしたもんね。人間っていつまでもそうでしょうかね。カミー、行きます。了解。来た、またアシマーか。今は戦っている時じゃないっていうのが。うっ、よせ、戦闘意志はない。うっそ、その程度で町に落ちるな。あのままじゃ無理だ。攻撃の意志はない。演説を続けさせたいだけだ。議事堂の方に別動隊が行く。議会の放送を聞け。そうすればわかる。アムロさん、そこ行かせるか。まずい、させるか。町中で爆発させるわけにはいかない。しまった、こいつ。ベルトーチカさん。いえ、ベルトーチカさんこそ。そうですね、人って誤解を重ねて憎み合ったりしてしまうんですかね。え、へえ、違いますよ。感動してんです。人って絶対に共感できるって。でもそれには時間が必要です。一人二人が相手じゃないから。でもね、全ての人たちとの共感が得られる時代が来たら、死んでいった人たちにもどこかで巡り会える、そんな気がするんです。来てくれるんですか、アーガマは。それじゃあ。はい、そうですね、まだ時間はあります。僕たちも戦いましょう。はい、始まりました。操縦は大丈夫ですか？できますよ、実際にやったでしょ。平和になったら覚えますよ。シャ、はい、クワトロ隊。はい、シャトルを発進させてアウドグラムを軽くしましょう。でも、ハヤト艦長、カツに何か。はい。いえ、でも何度味わっても嫌なものですね、この感じ。知っています、よくわかる話です。僕もその希望を見つけます。それが今僕がやらなくちゃいけないことなんです。そうしなければフォーは俺の中に生き残ってはくれない。はい、多分戦闘の光です。はい、これでだいぶ機体が軽くなりましたね。はい、これも外せます。すいません、気をつけます。あ、それはダメです。ベルトーチカさんからアーガマへのお土産です。はい、どうぞ。はい、上昇角度どうです。モビルスーツのジョイントを外しておきます。はい、大丈夫でしょう。新しい光が見えましたから。まだ間があります。そう見えるけど。届きますか。はい、タイゼータで送ります。別々に行って届かないよりも隊員だけでも確実に届いた方が。ファーク、ファーユーリー、怪我はないか。メタスで出たのか。どうして。クワトロ隊員、ありがとうございます。ブライト艦長、宇宙の孤児にならずに済んだのも艦長のおかげです。しかしレコアさんは死んだはずなんだ。しようがないさ、地球を出て以来こういうところに来るのは初めてなんだから。エマさんの仕事の方ですよ。そういう気配が一番危険なんですよ。農業プラントだよ。野菜や家畜を飼ったりしているんだ。地球のアルプスってこんななのかな。よし、ファール。はあ、なんだよ、ちょっと。あ、知らないよ、あんたなんか。いけないかよ、分かってるから。どういう子か観察してるんじゃない。え、そっくりだ。シンタ、羊に近づくと蹴飛ばされるぞ。敵には思えないが。なんだろう。ん、あ、ごめん。お、バレーボールか。持ってってやんな、ロザミン。でもさ。分かってるよ、ファーが考えてるほど不真面目じゃないさ。それは嫉妬だよ。まったく。ミネバザビンに似ている。ハマアンカーンだ。ロザミン、地に上がって逃げろ。振り向くな、飛ばされたら最後だ。あそこにハマアンがいるのを知って来たんだ。
もう大丈夫だ。もうドアのロックはちゃんとできないから、奥の方に入るんだ。クワトロ隊、13番地の警官が待っています。ブライト艦長がカンカンです。罰金で済むんですか？僕らあの湖にいたんです。ボートでハマーンカーンがいました。ミネバもね。タイが？そうですか。事情あって飲むから。ああ分かってますよ。エマ注意を紹介するよ。心配しなくていい。エマさんは優しい人だ。ロザミン、何を怯えているんだ。ファー、自習室へ連れてってやって。ファーの言うこと聞くんだよ。いいね。本当にコロニー自体をレーザーに改造したんですか？クワトロ隊員のおっしゃるように、ロザミーは強化人間とでも言うんですか？え、そうかい。ゼータガンダム、カミーユ、行きます。はい、分かってますよ。あのマシーンはサラなのか？分かってます。え、了解。サラ、君はいつまで。何？おい待て、メサラに乗っているのは誰だ？抵抗しない、勘違いか。何この懐かしい感じ。あのパイロットはレコアさんか。生きていたのですか、レコアさん。本当に任務なんでしょ？ティターンズに潜入して敵の秘密を探って。え、そんな、スパイするために味方を欺くっていう方法はよく聞きます。勝手じゃないですか。嫌だ。神、なんで生きてる間にこんな出会い方をしなくちゃならないんです。敵になるっていうのは殺し合うことでしょう。え、僕じゃ不足でしょうけど、守るくらいのことならできます。それじゃいけないんですか。わかりません、そんなの。気真面目さに殺される。開けてください、レコアさん。お願いです、開けてください。行っちゃいけない、戻ってくるんだ、今ならまだ。レコアさん、レコアさん。知りません、どこだっていいでしょ。子供の僕にわからないことを言われれば取り乱しもしますよ。ロザミ、チビたちと遊んでいるんだ。あなただってティターンズを裏切った人でしょ。主義で行動することがそんなに正しいんですか？パンパン人を引っ叩く人の言うことですか？大人のやり口ですね。小賢しいですよ。隠して何になるんです。分かってました、大人をやりゃいいんでしょ。分かったふりをして、僕はレコアさんには会っていないんだって。都合の悪いことは忘れろってさ。ああ、ファーだけは子供の顔してるな。違うよ、褒めてんだよ。どうしたんだ、ハサン先生。は？何言ってんです、ロザミンが強化人間。何？この光は何だ。人が死んでいくのか、どこで。なんだこんな感覚。悲しみと苦しみが入り混じった。一人の人間の力であれを止めることなんてできやしない。いいのか、子供がロザミーのお守りかい。ああ、心配すんなよ、落ち込んじゃいないよ。ロザミーを解剖するんですか？ロザミー、君はずっとアーガマにいたいんだろ。だったらハサン先生に一度調べてもらわなくっちゃ。お兄ちゃんとずっといたいんならそうしなくっちゃ。だからさ。ああいいね、ロザミ。しないよ、しませんよね。クムは偉いな。ロザミがよく見てもらうまで僕は仕事しないと怒られるんだよ。ああ、え、なんだよ、遅れました。始まったばかりですから大丈夫ですよ。はい、ありがとうございました、アストナージ総長。すぐ戻ってきます。おっと、どうでした？いいよ、よかったな。いいよ、好きだよ。あーん、ありがとう。僕は出撃があるからおとなしく待ってるんだよ。ああ、ありがとうございます。じゃあロザミーの異常さも信じていいんですね。はい、では。
クワトロ隊出撃じゃないのか。はい了解。ゼータガンダム出ます。何があったんだ。今注意が指揮を取る。隊員はどうしたんだ。なんだ。エマ注意は感じませんでしたか。なんていうかすごく嫌な感じがいくつも体を突き抜けていったような。すごい不快感です。吐きそうだ。さっきの感覚はこの毒ガスか。好きにさせるか。間に合ってほしいけど無理だな。そのメッサーラ、レコア少尉か。うるさい、邪魔するな。返事をしろ。レコア少尉なのか。なぜ答えない。やっぱりそうなんだな。なぜこんなむごい作戦にあなたが。なぜなんだ。ビームサーベル、わかるものか。僕はあなたを許さない。貴様、大人だから何をやってもいいのか。都合のいい言い訳を。メモでまっすぐに来れた。ロザミン、どうして。ハイザックを落とした。ロザミンが。ロザミン、モビルスーツ船は遊びじゃない。しかし強化人間だとは思えないな。いいか、ここから動いちゃいけない。バイザーも上げちゃいけない。ガスが効いているんだ。ロザミ死んでいるんだ。もうよしなさい。ロザミはここにいて。チタン詰め、うわー、とどめだ。なぜそうも簡単に人を殺すんだよ。死んでしまえ、死んで。ロザミは、ロザミどうしたんだ。何を言ってるんだ。ロザミ、ロザミやめろ。ロザミ、エマさんやめてください。あれはロザミなんです。だけどあれはロザミなんだ。ロザミ、先生、強化人間なんて作って一体何になるんです。他人の体ならどういじり回してもいいって言うんですか。それはニュータイプじゃないでしょ。そんなのダメですよ。わからないよ。強化人間だって好きで戦っているんじゃないんだよ。人間にそんなことできるわけないだろ。シンタ、クム、お前たち、そうだよな、ロザミーはお前たちのお姉ちゃんだもんな。シンタ、クム、ロザミーを必ず連れて帰る。安心して待ってろ。ゼータガンダム、カミーユ、行きます。ファー、逃げろ。早い。ロザミ、いや、ロザミ、そのモビルスーツを操縦しているのがロザミなら、シンタやクムが待っている白い船へ帰ろう。ロザミ、なんだ。ロザミ、返事をしろ。ロザミ、どういう。カミーユは君のお兄ちゃんだったんだぞ。戦いをするために。お兄ちゃんはゼータに乗ってきたんじゃない。ロザミ、白い船に帰るんだ。新しい弟や妹が待っている船に。少し時間をください。コロニーの穴が開いたままだ。さあおいで。ああ、このマシーンが君を戦いに引き込む。こうやって抱きしめていたかった。そういう女の子がいたんだ。違うな、僕とロザミみたいな関係さ。わかるかな。そうだよ、よくわかるな。同じ形のものがもう一機あったのか。この感覚は。ロザミ、貴様たち、ロザミに何をした。何を。ロザミ、なんだこいつ、変形もするのか。ロザミ、ロザミ乗るんじゃない。ロザミ、ロザミ、ロザミ、俺はカミーユだ。君のお兄ちゃんだよ。ロザミ、ロザミやめろ。俺はカミーユだ。ロザミ、俺のことわからないのか。俺は君のお兄ちゃんなんだぞ。ダメです、僕には撃てません。やめろロザミ。でも、はい、やめてください。撃たないでください。なぜだ。誰が君をそんな風にしたんだ。もうアーガマには帰ってこないのか。俺にか。嫌だな。グラナダから。分かったよ。ハマーンカーンと接触してグリプス2の破壊工作を依頼せよ。どういうことですか。タイはこの作戦に賛成なんですか。はい、タイは
アクシズのハマーンカーンと交渉するからって。エマチュイ、グアダンには僕が行きます。命令は命令ですし、ちょっと興味もありますからね。この作戦まさにザビケだ。え、あなたが？わかりました。ではデッキでお待ちしています。ハマーンカーンのモビルスーツか。これ以上地球を汚染したら地球は。タイ、ああ、シンタとクムにも着せておくんだ。扉のロックは外しておく。逃げられなくなったらどうする。シンタとクムを巻き添えにはしたくない。ゼータガンダム、カミユ、行きます。了解です、エマ注意。来ます。整備不要で出てくるからだ。このこのままでは誰だ。ファー、カツ。ファー、数が違うんだ。接近戦をやめろ。グアダンはまだなのか。いつまでも持たないぞ。ハマーンめ、グアダンがやったのか。タイ、カツ、飯も食わないでメンテの手伝いか。少しは休めよ。捨てるなよ。はい、よせよ、カツ。はい、大きな仕事を与えてやれば少しは違ってくるんじゃないかと。聞こえる声が。ゼータガンダム、出ます。呼んでいる。誰なんだ。何、来るな。あの新型どこだ。サラ、サラか。やめろサラ。この距離で撃ったらそっちもただじゃ済まないぞ。こんな無茶をして傷ついて誰が喜ぶ。利用されているだけだとなぜわからない。サラ、おびき寄せようというのか。奥に逃げたのか。エアロックになっている。空気があるっていうのか。どうしてそんなにムキになる。サラはもういくらだって奴のために働いてるじゃないか。サラを大事にしてるんならこんな危険なことをさせるわけがないだろう。デコ、やめろ。サラ、目を覚ませ。奴に正義なんかないんだ。サラはそれに気がついてないんだ。利用され殺されてもか。バカ、死んだらおしまいじゃないか。死んだら当たり前だ。今から帰還する。グアダン、ラジャ、毒を制するには毒を持ってと言うだろう。ジェリドか。やる、当たれ。捕まってろサラ。ジェリドは、ジェリド、何をする。一緒に死にたいのか。来た、まだわからないのか。話せサラ。カツ、やめろ、戦闘中だぞ。よせサラ、これ以上カツを利用するな。そんなに白っ子に抱かれたいのか。敵が引いていく。諦めたのか。もういい、カツ、終わったんだ。ああ、気を失ってるだけだ。カツがいないんだ。やっぱりここか。ミーティングにも出ないでサラを見ていたのか。カツ、来い、出撃だ。周りの状況をもっとよく見つめるんだ。それができないとは言わせないぞ。サラのことは考えるな。戦いに集中できなければ死ぬのはお前なんだぞ。カツ、これを乗り越えなければ自分が思っているようなパイロットにはなれないぞ。ゼータガンダム、カミーユ、行きます。何をする。やめろ。大したことはないようだ。敵はファー、深追いするな。レコアさん、ファーは目立つだ。レコアさん、本気で抵抗するのか。レコアさん、ボディ注意。あー、ボディ注意。貴様、よくも。撤退メール、アクシズが落ちるんだ。ぶつかれ。防御壁になるが、こちらからの攻撃も遮断される。いえ、大丈夫です。ただ、はい。よせ、かつ、君が死に急いでも地球に残してきた人が喜ぶわけじゃないぞ。かつ、
神湯です。どうしたんですか？いえ、別に。シロコがハマーンと？わかった、トーレス、ゼータガンダムで出る。カツを追いかける。グワダンに連絡してカツを撃たないように言ってくれ。カツのやつ、何をやってるか分かっているのか、間に合うのか。カツ、待ってくれ。戻れ、カツ、戻るんだ、カツ。サラ、サラ、止めてくれ、カツを。サラ、放っておいたらカツはシロコとハマーンを殺すかもしれないんだぞ。カツが君に何をした？君をただの女の子として扱っただけだろ。そんなことを言ってる場合か。任務、任務って、ことが起こってからじゃ遅いんだぞ。殺意だ。それだけじゃない、何かまだ来る。なんだ、サラ、サラ、カツ。最悪だな、カツ。大尉にはあったのか、サラ。もう一人はシロッコ、巻き込まれたか。クワトル大尉、なんだ、あっちだ。あの方向からものすごいプレッシャーが走っている。レコアさん、なぜカツを助けた。レコアさんは勝手だよ。どうしたんだ。ああ、俺はこれから出かけなきゃいけないんだ。帰ってきたら一緒に遊んでやるから。本当さ、だからシンタ、お前何言ってんの。ファーに面倒かけんなよ。カツ、打ち合わせをしたろ。どけ。照準の合わせ方はグレネードランチャーと同じだな。ロープは出るな。ベータガンダム、神湯、行きます。カツ、どうした。これは戦争だぞ、カツ。戦いに市場を持ち込むとお前が破滅するだけだ、カツ。言うことを聞かないと本当に撃つぞ。当たり前だ。戦場で好きにされて邪魔されては困る。ファー、こんな戦いファーだってもう嫌だろ。だから早く終わらせるためには。ダメだ、メールストローム作戦の本体と合流しろ。やはり間違いない、あの中にハマーンはいる。必ず出てくる。早く来い、ハマーン。ハマーン、め、何をしてる。ハマーン、ハマーンカーン、お前は戦いの意志を生む源だ。生かしておけない。ハマーン、お前は人を不幸にする。誰だ、フワとも違う、ロザミーでもない、レコアさんか。お袋、まさかずっと以前に出会っていたような、そんな気がする。お袋、俺じゃないか。どうして、どうしてなんだ。同じものを見た。人は分かり合えるんだ。そうだ、夢だったのか。今のは、やめろハマーン、やめろ。僕たちは分かり合えるかもしれないだろう。ここに来るまで、こんなところへ。勝つ、ハマーン、やめろ。ファー、ハマーンカーン、分かった、お前は生きていてはいけない人間なんだ。暗黒の世界に戻れ、ハマーンカーン。今だ、落ちろ。今の声、確かに聞こえたのに。ファー、勝つ、大丈夫か。カツ、動けるか。よし、メタスを守れ。それが今のお前の役目だ。まだわからないのか、お前は死んでいたんだぞ。アーガムが気になる、ここは任せた。エマ注意、挟み撃ちに。僕はチャンスがあったのにハマーンを殺せませんでした。いえ、僕の脆い心がハマーンの強烈な意志に負けたんです。それだけです。そうでしょうか。おい、わかった、僕の部屋に行こう。どうするんです。もしこのままアクシズがグラナダに落ちたら僕の責任です。僕がハマーンを殺せなかったから。モビルスーツは直せます。ハマーンは倒せば直せないんだ。苦労してますからね。ん、ああ、元通りにはならないさ。俺は自分の役目が分かってきたから。休むよ。無駄だ、
こんなのでアクシズの方向が変えられるわけがない。何の音だ。ファーの悲鳴じゃない。これはフォー。まさか。強くなってくる。この感覚はフォーだ。ゼータガンダム出ます。なんだ、フォーじゃない。乗っているのは誰だ。ロザン、そうなのか。フォーなのに誰なんだ。ロザミー。やっぱりロザミーじゃないか。そうだよ、カミーユは君のお兄ちゃんだ。フォー、ロザミー。マネキンか。ロザミ、ロザミ、一緒にボートで遊んだこと覚えていないのか。ロザミ、ロザミ。フォー、どうして。ファーは早くみんなのところへ戻れ。ロザミ、やめろ。ロザミ。フォー、どうして。誰でもいい、止めてくれ。ロザミ、もう一度、もう一度だけあの時のロザミに戻れ。そうだ、お兄ちゃんだよ。もう一度一緒にボートに乗ろう。やめろ。ロザミ、かわいそうだが直撃させる。ファーは何も間違ったことなんか言っちゃいないさ。ニュータイプも強化人間も結局何もできないのさ。そう言ったのはファーだろ。できることと言ったら人殺しだけみたいだな。気にしてなんていませんよ。気にしてたらニュータイプなんてやってられないでしょ。そんなこと言っているから子供だと言われるんだ。そのためにエウーゴが潰されるかもしれないんだぞ。ゼータガンダム、カミーユ、行きます。このマシンはジェリド注意。何？かつエマ注意。ラーディッシュがやられたというのか。あっ、ジェリドか。あ、貴様のようなのがいるから戦い終わらないんだ。消えろ。俺は人殺しじゃない。みんな死んでいく。こんな死に方、こんな死に方、嬉しいのかよ、満足なのかよ。誰が喜ぶんだよ。うわ。エマ注意、注意、注意、あなた、注意。偏見艦長やカツを殺した人をこのままにはしませんよ。この決着はつけるんです。そうでしょう。そうでなければこんな空も人の住んでいるところも息苦しくって。注意、アーガマまで戻りましょう。マーク2で戦うのは無理です。あ、マーク2を頼む。無事だ。あのモビルスーツ、レコーさんか。レコーさんは自分が何をやっているか分かっていないんだ。カツだって死んじゃったんだぞ。偏見艦長だって。しまった。レコア、エマ、やめるんだ二人とも。レコアさん、エマ注意。貴様、人が死んだんだぞ。いっぱい人が死んだんだぞ。遊びでやってんじゃないんだよ。命は力なんだ。命はこの空を支えているものなんだ。それはこうも簡単に失っていくのは、それはひどいことなんだよ。何が楽しくて戦いをやるんだよ。貴様のようなやつはクズだ。生きていちゃいけないやつなんだ。エマ注意、喋らないで。どこも痛むんです。喋ったら疲れますよ。落ち着いたらアーガマに戻ります。しばらく辛抱してください。注意。そんなこと。わかりました、エマ注意。はい、エマさん。エマ注意。エマ注意、神指弾行きます。それは違う。本当に排除しなければならないのは地球の重力に魂を引かれた人間たちだろう。けどそのために大勢の人間が死ぬなんて間違ってる。
人の心を大事にしない世界を作って何になるんだ。違う、嫌だ。先に行ってください。ここでケリをつけます。大尉は何やってんです。ハマンとシロッコは僕がやるって言ったでしょ。今の武器はメタスには避けられない。大尉、あなたはまだやることがあるでしょう。この戦争で、戦争で死んでいった人たちは世界が救われると思ったから死んでいったんです。僕もあなたを信じますから。逃がすか。目の前の現実も見えない男が賢くて悪いか。シロッコ、どこだ。お前だ。いつもいつも脇から見ているだけで人をもてあそんで許せないんだ。俺の命に変えても体に変えてもこいつだけは。わかるはずだ。こういうやつは生かしておいちゃいけないって。わかるはずだ。みんなにはわかるはずだ。俺の体をみんなに貸すぞ。まだそんなことを言う。今日という時にはいてはならない男だ。分かってくれサラ。分かるまい。戦争を遊びにしているシロッコにはこの俺の体を通して出る力が。何、まだ抵抗するのなら。うわー、ここからいなくなれ。シロッコ、やったんか。光が広がっていく。あ、大きな星がついたり消えたりしている。大きい彗星かな。いや違うな。彗星はもっとバーって動くもんな。暑苦しいなここ。出られないのかな。おい、出してくださいよ。ねえ。